この3つの箱からミッションの書かれた紙を引いていただきます。レベル1はですね6枚、そしてレベル2は4枚、レベル3は4枚引いていただきます。抽選で決まったミッションを協力してクリアしてください。レッツゴー。はい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 、タイムタイム、今からジャッジです。ジャッジ、いいよね。やった。クリアしました。ギン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 。ああもう当たった。やっぱり先のボーナスで来てた。かわいい、かわいい。やった、マジ。もうパーフェクトですよ。パーフェクトスタートですよ。ジャギさんが出てきた。ジャギさんは知ってる。また生き返った、また生き返った。あ、7個つきました。見て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 、はい、ダメでした。 60% の方を引きました。せっかく7つまで溜まったのに。キーワード発表します。2つ目のキーワードは横棒です。次回も必ずチェックしてください。何これ、横棒。さあ後半はね、もう引き続き忍び魂で、今現状ポイントがちょっとマックスに近いんじゃないかっていう、ね、示唆がね、ヨシパスが右側にあったんでマックス地下ですけど、マックス地下にしてもマックスまで行くのはちょっと時間かかる場合あるよね。大体は900ポイント超えとかそういうことだと思うんですけど、一個一個チェリーで要は1ポイントとかとかそういうことも多いんで、下手すりゃまだまだ先かもしれないんですが、まあここからボーナス引くごとにちょっとドキドキできる。600ハマりでまたたまりました。あんだけ朝すごい辛かったのにね、ずっと辛く当たってるのに、なぜか後半になるとこんな急に重い。お、熱い。
めちゃくちゃグッジョブですよ。広角中にチャンス名を引いた。そしてまだ広角が続いてるしね。あ、落ちた。そして全勝に行ってます。当然最低 25% です。オーケー、月光の時が近いかもよ。室中はい、お久しぶりの、はい、685、86ゲーム、総投資が25,000。さあ今回こそ楓ちゃんに会いましょう。それでミッションクリアになっちゃうから、一つまず。次にベルフリーズ300、ミッション2つ一気クリア。パーフェクトでしょ。やりましょう。ラッキー、珍しい。パスがこっちですよ。また銀のこっち。だポイントがもうほぼマックス状態で、さあ実戦時間残りそんなになくて、で多分ね取らないままで終わって、すぐに打つ人がすごい美味しい思いする、まあ、その人が忍び男子を好きになってくれればそれはそれでいいんやけどね。まあ俺は投資25,000円で回収ゼロで終わるんですけど、一日忍び魂を打って遊んだ25,000円。昼に食べたカレー850円。忍びの新しいファンができるのが25,000円です。いや俺欲しい、欲しいよ。一生懸命俺が貯めたよ。これそろそろ、なんていうか時間との戦いなんで、今やめた方がいいかもしれない。近いよ、ポイント確実に近い。ただ当たった境にもう時間がないので、ミッションはクリアできません、全く。そして実戦を勝利することもできません。いや悔しいけど、誰かが美味しくいただいたものいいんじゃない。とりあえず200円までは回します。それでやめます。もったいないのもすごく分かってるけど、時間が時間なんで
最後は A タイプでプラスミッションクリアできる台がちょうど今空いてるんですよ。ミッションクリアできつつ勝利を目指せる台、今日もポイントを生かせずに終了。いやこれ本来なら絶対やめないよ、普通なら絶対やめないけど、もうそんな本当時間全然ないんだよ。30分とかそういう程度なんだよ、40分30分だったらここで当たるまで打って月光的に入った時にもう終わりなんだよ。悔しいけどやめます。あれまだ間に空いてるんちゃう、行ってみる。ビッグボーダースも結構長いか、ちょっとやってみますかね、2時間ぐらい。はい、ということでなんと窓間に座ることができました。窓間に白7ね、プリズム狙いで頑張ってやっていきたいと思います。1回目ですけど、手ですか。元気ではありませんね。なかなかこう入る。あ、ほむほむ出てきました。勝ったよ。直撃？え、マジで当たりました。やった。謎当たりですね、私的には。マジか、どっちだどっちだ。やったー、ビッグボーナス。プチボじゃなかった。マリちゃんこれが好き。でも音楽は完全告知の方がテーマソング流れるからいいんですよね。難しいところ、なんとなくどんな感じかなっていうの知りたいんですよね。私は仲間がどんどん集まっていくことを期待しましょう。みんな来て、誰か来て。降りてこない、モバドロになっちゃったし。あれ、行くよ。言われましても、負けたやん、負けたやん、負けたやん。あれ？わけがわからないよ。はい、わけがわからないよです。キューベーダー追加でしたか。
一回飛ぶよ。8点、ちょっと何回目でか。あ、やっと卓球来た。マップー、やったね。やーい、卓球成功しました。あれなんすか。あ、黒い。おー、マジカルチャレンジじゃない、キューベイチャレンジですよ。やったね、当たりました。当たったよ、ありがとう。はい、2回目のボーナスです、本日。ちょっと待って。わかった。あ、はい、来ました、はい、来ました。はい、何ですかね。マミさんです。あの、さやかちゃんとあんま変わんないと思うんですけど、まみさん見たことないんで嬉しいです、ありがとうございます。あ、無理してカッコつけてるの。わー、まみさんがいる。誰にも相談できるし。ここで、あの、レア子役で上乗せできればミッションも達成ですね。赤の連続とか。はい、とりあえず10ですね。あと300以上とかでしたっけ、強チャリーならありえますよね。じゃあそれ、立ち上がれー。終わったぞー。立ち上がらなかった、小村ちゃんが。まあ、そういうこともあるよね。キーワードを発表します。最後のキーワードは死です。応募方法はエンディングで説明しますので、皆さんぜひチェックしてください。さあ、移動先はフレアの評伝、赤カットインも出るし、設定濃厚演出もあるし、300ゲームもあるよ。あれで、あれでいいじゃない、忍び飲んで。でもそれを
だどっちを取るか、設定濃厚演出狙いで氷電でやるか、いや忍びでしょ、300ボーンって出してはいクリアっつって、ミッションですよミッション。皆さんに素敵な iTunes カードがたくさん届くように頑張りますよ。お、チャンスアップというかここで子役引いたかどっちかです。ここでさあカットインはある、確かにこれ演出これ赤でいいんじゃない、赤でいいんじゃない、赤でいい、赤でいい、赤でいい、あやったやった、言ってみてもOK。 だってね赤でしょ一応ここ、オッケーって言ったから取り返しつかないよ、オッケーって言ったから、よし3万1000円3万3000円お、まだわからないよ。よっしゃー当たった、じゃあ演出見よう。たまにね、こう外れてフリーズすることあるからね。フリーズしない。じゃあ、あとはアルティチューの、もう一回クレーできました、一角、まあもうあれあるからね。さあクレーできるのが一撃500枚と設定の高演出と一回で300、忍びにすると300が出るからね。でも設定のコイン数多分ね、ちょっとこの台正直そんなに良さそうな感じじゃないんで、300っていう、なんとかそれでごまかしのクリアしよう。さあここでまたあんないっぱいチャンスに行こう。で300ね、300、残念。もう時間がないんですよ、結局投資3万3000円で300枚獲得終了。きついよ、忍びはまだボーナス当たってないんで、まあその後次当たったらボーナあれ入るからね、結構、3万3000円投資の353から来るわけです。無理でした、ダメでした。あれでございますけど、とりあえず131
1ゲームで414枚ってことですけど、羽が、チャンスが2回出たよ。ああ、豪華なカーテンでございます。はい、円環の断りです。私も魔法少女になる。でも一人で旅立ってしまいます。一人かい。あー、またこれですね。また芸術家ですね。特に大丈夫でしたね。あー、爆発。はい、3度目の当選になります。やった、赤文字だもんね。はい、ようございました。ビッグボーナスです。バトルにしよう。あ、いきなりチェックのプレゼントもらいました。わー、降格。一回当選終わってるんでちょっと怪しいんですけど、まあ、一応500枚クリア。ちょっと一撃に入れてもらえるかとかは皆様次第です。はい、一応ね、もしかしたら入れてもらえるかもしれない。おまけでね。3人ですよ、3人。一緒に頑張りましょう。はい、一緒に頑張りましょう。あ、3人だ。あー、いやー、負けました。あ、小室ちゃんが来てくれましたよ。勝った。訳がわからない、訳がわからないとか言われてるけど、勝った。ハルくんて、本日2回目の窓かマギカラッシュ入ることができましたよ。はい、特に復活はなく。まあ800枚ぐらいだったかな。うん、まあ頑張ったでしょう。まあ、結果は窓マギ移動して大正解だったなって思ってます。まあ、ちょっと強靭引いたりして惜しいかなって感じもあったんですけども、100ゲームを超えまして、今日は実戦終了とさせていただきます。総出玉は785枚となりました。
結果発表。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まず聞きます、はい、結果の方は、はい、まず聞きます、僕の後にします。投資が、はい、1.6 1.6 K、うん、で出玉が785枚なんですよ。あれギリ15枚ぐらい足りないんですよ。うわ最後はー2回そうなんです。最後強チェリー引いたんでちょっと欲張ってちょっと回しちゃったんですよ。でもまあしょうがないしょうがない、そういう日もある。人のことは僕言いません。はい、なぜなら総投資3万3000円の回収が353万はい、ご主人様。まあ今日は楽しかったです。はい、楽しかったです。やっぱり揃ったら楽しいんでなんぼです。そうですよね、はい、なんぼです。いろいろ見れて楽しかったです。雑じゃないいや雑じゃないよ。本当楽しかった。楽しんでもいいですね。その時は楽しんで、はい、ね、3人で楽しんで、はい、できれば勝てばいいなって感じででもどうしても何よりも、はい、ミッションの方はどうなりました。ミッションは問題はミッションですよ。なんか2つクリアしたんですけど1つ被ってるかも。でも2つクリアしいきますよ、いきましょう、はい、どうでしょう。いかがでしょう。はい、クリアはトムさんの方がいっぱいしてる。ミッションはあんまり変わんないよ。優しいちょっとこれがえお、ほんまえさりげなくなんか貼ってるよ。クリアしてる。私を誰だと思ってるんですか。マックス完璧でした。すごいな。じゃあ2人いらなかったっていうことですね、はい、あそんなことないですよ。いや思ってるでしょ。そんなことないと思う。我々はちょっと力不足でしょうか。思ってるって言えない。いやいやいや、まあ、こんな結果なんでみんな頑張った。みんなで頑張りました、はい、役割分担できました、はい、いい感じにこうねクリアしたので、はい、これがルーレットでどんだけいい金額出せるか。そうですよね、はいはい、じゃあルーレットの方やりましょう。はいはいはい、ルーレットですがクリアしたミッションレベルと数によってルーレットが回すことができます。今回はレベル1のルーレットを5回そしてレベル2のルーレットを2回回すことができます。え、ね、なんかスキップしてない。スキップしましたよ。なんでやむを得ずあなたたちが出さないからですよ。えレベル3はすいませんでした。レベル3は先生ゼロだよ。あもうゼロですよ。はいゼロですか。はい、はいはい、獲得した賞金を視聴者にプレゼントいたします。3000円につき1枚ずつプレゼントが増えていきます、はい、それでは早速回していきましょう、はい、じゃあまずレビューで5回ですよね。5回です、はい、じゃあ先にどうぞ、はい、じゃあ勢いよくドーンといきますよ。レベル1でも結構豪華ですね。そう、はい、1万あります。出していきましょう。いやー怖い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 。あ2000円、うん、はい、いいまあまあいいでしょう。じゃあ次僕言います。はい、僕は狙いますからね、これ。おー、1万円。来た。ノルク。ノルク。ノルクパターン。どうかな。来るか。あ、惜しい。やりすぎた。はい。ソフトタッチ。あ、3万円。ラス1。はい、ラス1。ラス1。ラス1。お願いします。お願いします。ファイナルワン。どうでしょうか。あ、地味に回ってる。地味に回っております。おいや、さっき止まってた。さっき1500円で止まってた。俺、後ろで回しました。外人がよくわかんない。何外人誰が外人。俺からすると外人だからね。言うとけど。確かに。言うとけど。ってことは、1500ね。1500で混ぜた。もう、じゃあ俺はもう横に立つからね。やっちゃうから、絶対。次も。手が勝手に動いちゃう。勝手に動いちゃうからね。ってことは、レベル1や。8000円でございます。まあいい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 。よっしゃ、はい。レベル2のルーレット2回。まず1点、ラース1は決めてもらいましょう。はい、わかりました。ちょっとプレッシャーかけます。よしよし。トムが活躍してるとこが見たいよ。ちょっともう一回、なんか言った。トムが活躍してるとこが見たい。もう照れるわ。そういう問題じゃないんですけど。
コンテクションじゃない。おー、はいはい、これ、え、止まってるでしょ、今のでいいんだよ。え、これいいんだよね。あれ、え、待って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 、5000に行ったのに惜しい、惜しかった、惜しかった、惜しかったですよ。これ活躍したしてないしてない3000だもん。じゃあラスト1、はい、お願いします。じゃあラスト1いきます。お願いします。ゴー。はい、3000円です。はい、合わせて、はい、OK で6000円で、トータルが14000円。1万4000円、はい、割る3000円だと何人でしょうか。4人、ね、4人、あ、5人。 え、どっちどっち4人。おー、4人、はい、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、 OK、 正解、はい、大人ですよ、一応大人、危ないですよ。はい、ということで4人です。はい、4人です。いやー、いい金額でしたね、ブレットで。そうですよ。もうそれで皆さんね、ね、4名様にも配れますから、まあ、素晴らしい4名様のプレゼントゲットしました。ちょっと待ってくださいよ。はい、ちょっと待ってくださいよ。はい、またないよ。はい、というわけで待ってください。なになになに、1万4000円だったんですけど、はい、ロキックミッションあったじゃないですか。はい、あ、ほんまや、ましたね。忘れてましたよね。忘れてました。いや、そちら私ですね、レギュラーボーナス1回、うん、ビッグを1回ずつ引きました、はいはい、なんと、なので4000円プラスになるんですよ、うん、あ、やった。1万4000円からで、プラス4000円なんで合計で1万8000円、うん、か、うん、考えてない今の考えてるよ、数字やるの、やるの、やめてください。ってことは今回、今回はじゃあ何人になるかな、今回は6人。6人ちょっと待ってくださいよ。ちょっと汗かいてきたわ。切りがよくなった、うん、そう、切りよくなって、はい、切りよくなったけど、はい、2人の頑張りより私の方が頑張ってみたいな感じになってない。いや、私一番活躍してません、完全にどうしましょう、どうしましょう。いや、殴っていいんじゃない、はい、怖いよ。いや、僕は無理、僕手出せないんで、代わりに、ごめんなさいってことで、じゃあ殴ってください、私を。違う違う、逆じゃない、逆やん、むしろ全部逆になってる。いやいや、いや、まあ、それで今回で6名様に、うん、はい、はい、それはどうしてもいいんですか、欲しい方はこちらへご応募ください。適当やん、あとは番組への頼りを送って、はい、そっち、そんな遠くないよどこまで行ってんのそれいやまあまあ楽しかったよ今日は、はい、楽しかったです、うん、ちょっと途中で2人でもちょっと苦しい部分あったけど、そうですね、最終的にあと惜しいところまで行っててよかったです、はい、見せ場がありましたよね、よかったです我々、はい、あと次会うときはぜひ宅で宅で、ジャン宅でぜひお待ちしてます。いや、もうやりたいです、はい、僕フリーで入って、ぜひぜひ、はい、たまたまおるぐらいの感じでガイブワイしてフリーザワつくわフリーめっちゃ発音いいじゃないですか、フリーフリープリーズ戸惑いますね、みんな、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。じゃあこれは大事ですよ、はい、最後が良ければ全て良しということがあるんで、はいはい、最後に例のポーズを3人で決めましょう、はい、いきますよ、外国人スロッタートムの今がスロドキできてる、うん、ダメお願いします。告白するときも、あー、デートのときも、喧嘩のときも、ごめん、仲直りしたときも、いつでもどこでもジャンバリ新着アプリ